アウトドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は大倉入り口から大倉尾根を使って遠野岳を登っていきたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は大倉尾根を使ってね、遠野岳を目指してます。いや、この大倉尾根、いや久しぶりですね。3年ぐらい前から来たの、ね、だけどね、もう何回も通ってるんですよ、ここ。ほんとね、何回通ってもね、すごいいい尾根なんですよね。でね、この大倉尾根、通称バカ尾根というね、名前がついてます。でね、この名前の由来はですね、バカみたいにね、登りが続くってことで、なんかバカ尾根ってついたらしいんですけど、いや本当にね、すごい、もう永遠と登りがね続いていく、もう山好きには最高なねルートです。またね、この今日バカ尾根登ってね、遠野岳の山頂でね、美味しい山飯を食べて、またね富士山見れたらいいと思います。それでは行ってきます。いいですね、久しぶりにこの大倉尾根、いやバカ尾根というだけあってね、いや登り、やっぱ久しぶりに登るときついけど最高に楽しい。でね、この大倉尾根なんですけど、あの途中途中にですね、見晴らし茶屋だったり、まあ今通ってきた駒止め茶屋、これから行く堀山の家とか花立山荘とかね、いろいろこう山荘だったりね、山越えがねたくさんあるんでね、それもすごいね面白いんですよね、見応えがあってね。それでは引き続き頑張って行ってみます。今だいぶね上がってきました。残りさっきね標識で見て 1.8 キロ、いやね、だいたいこう総距離で7キロぐらいあるのかな。今ね 1.8 キロ、もう3分の1、残り3分の1ぐらいですよ。いや登ってきました。ただね、ちょっとね残念です。ちょっとね、スタートすごい天気良かったんですけどね、今ちょっと曇っちゃってね、こうね、この先山頂でね、ちゃんと富士山だったり、こう昼ヶ岳眺めが見れるか心配です。はい、開けました。今ね、花立山荘のね手前、多分ここがバカ尾根の由来なのかな。ひたすらね階段が続くけどね、後ろまたね辛い時に振り返るとちょっとね曇ってて、ね、眺めそんな良くないですけど、すごく綺麗に映ってます。
はい、残りあと少し頑張っていきたいと思います。はい、山頂手前の分岐点、金冷やしですね。いや、あと 0.6。 これをね、左に行ったらね、鍋有山で、右で遠野岳です。あともう少しです。行ってきます。はい、今回は大倉尾根を使って遠野岳に登ってきました。いや、残念でしたね。あの山頂ガスってましたね。いや、全然あの周り見えなかったな。ちょっとだけなんかあの蛭ヶ岳の方かな、ちょっとチラチラって見えたぐらいでね、ちょっと見えなかったんでね、まあ残念でした。あとですね、あのすっごい風がね強くてね、本当なもうめちゃくちゃ寒かったです。なんでね、あの GoPro のね、なんか充電がね、いきなりなくなっちゃったりとかして、すごい撮るのがね、今回すごい大変でした。あと風が強くてね、全くねお湯が沸かなくてね、まあ、しまいね、もう寒さのあまりもう手がねかじかんじゃってね、全然動かないっていう状態でね、まあ、それでもね、なんとかお湯を沸かしてラーメンを作って、そこで食べたラーメンは本当に美味しかったです。いやね、今回眺めはあんまり良くなかったですけど、まあ山好きにはね、まあ天候なんて関係ないんでね、今回も最高の登山になりました。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。